新築市は台湾の昇格市。IT 関連の工場や企業が集中しているため、台湾のシリコンバレーと呼ばれている。新築市は台湾島の北西部に位置している。冬季には非常に強い季節風が吹くことから、風上という異名がある。実質的には、東南方向から西北方向に広がる中赤平野上に位置している。欠片の気候区分では、 温暖湿潤気候に属する。新築市の故障は竹山であり、信頼に新築と解明された。日本統治時代の1920年、新築街が設置され、1930年の地方行政改正により、市に昇格した。1941年、茅山省全域及び、急行、六夜省の一部を統合し、行政区域を拡大、下部に25区を設置した。 戦後の1945年10月25日、台湾行政長官は台湾総督から行政権の異常を受け、11月5日に、節管委員会の組織を交付、11月8日に新築州節管委員が新築に到着し行政権異常作業が開始された。11月17日に新築市政府が新築市役所に置かれ、11月30日に、 日本統治時代の25区を9区に改組した。新築県政府は翌年2月28日に東園に移り、新築市は昇格市へと改編されて東、西、南、北、竹東、宝山、香山の7区が置かれた。1950年10月25日に中国国民党政府の元地方行政改正を行い、新築市に新築県管轄下の関西、 新保の二陣、ここ高毛竹北、横山、林、北保、ガビの七郷、戸狩石、市、古宝の二三地郷を併合した上で、新築圏に合併された。新築圏政府は、新築市に置かれたほか、新築圏が三つに分けられて新たに、東園圏、苗栗圏が設置された。1951年12月1日、東、西、南、 北の四区を統合して、県活市に格下げされたが、1982年7月1日には、新築県が管轄していた、香山号が、新築市に統合されたのに合わせて、再度県から脱離し、小活市に昇格し、現在に至っている。1990年の統計によれば、新築市の便南人比率は75%である。一方、新築県は、 八花の大井区域。新築市行政区各国民中学。国民小学は、株行政区の項目を参照新築駅の四代目駅舎。なお、台湾高速鉄道の新築駅は、新築県に位置している。上皇病屋大炒め米粉。三木丸湯。角屋うるう餅市内に3店舗展開している。鴨肉元で食べることができる。各種鴨料理も、名物の一つ。土産竹山餅。 上皇病病口で100年以上の歴史を持つ老舗菓子店新しい福珍にて購入可能。名物の刺身新築漁港では弁当箱いっぱいの新鮮な刺身をわずか200円程度で購入できる。詳細は新築市長を参照築山畜産発見。ありがとうございます。